どうも、シャーペンです。今回は、控えの冒険戦レベル1のアポストロスのピスカスなんですけれども、このキャラクター、新友情報も起こってまして、ラウンドスパークですね。これの、説明文がちょっとね、わかりづらかったんで、ちょっと実際に使わないとわからんということで、やってみましょう。なんだっけ、味方に触れた順番がどうこうみたいな。貫通なのいいっすよね。なんだこれ。でも、ラウンドフラッシュっぽかったな。やっぱ、中心にとは言ってたし。触れた順番ってどういうことなんだろう。1、2、あ、ちょっとでかいな。あ、でかい。あ、でかいわ。そういうことね。3番目に触れたって、味方に触れたって順番ってことか。3番目にピスカスに触れることができれば優秀な友情火力が出せると。あ、痛そう。そういうことね。あー、なるほど。ってなるとこれソロで使うのむずいな。マルチのというか艦隊編成で強いって話なんですかね。こうでしょう、うん、これ一品今出なかったですもんね。で、一応これ闇属性なんで属性バイスが乗るっていう、光属性のクエストで優秀。ちょっと打ち方は考える必要あるんですよね。トレマみたいにとりあえず当たればいいって話じゃないと。これ真ん中にも置いときたいし、これは下手だもんね。これはしっかりダメだし、ちゃんと真ん中に置くとかね。これ SS 貫通なんでしょう。対応がいいんですよね。ダメよ、減速壁飛行。大杖持ってた。ちょっと光属性のクエストもっと使いたいな。あ、しっかり動けるところ。おお、持ってく。あとはなんか特殊な仕様とかあんのかなって話ですね。こうやってレベル3だったら、レベル3じゃねえわ。3体目だったら、端っこに行っても相当届くでしょ。一応衛星スーツか。持ってっちゃいそうだな、これ。ああ、3体目当たってればちゃんと持ってってます、これ。許してください。最近のね、実験台クエストっすね。昔の高難易度が。うんぼきすぎだろ。最近うんぼ多すぎるんだよな。いいのか。一旦真ん中に置いて。ここ面白そう。いや、3番目ほんとだいぶ広いな。画面ぞ。真ん中にいたらもう全体を追いつくすぐらいな気がするんだけど、これ、これいいね。味方じゃん。サンフリやらしてくれる。普通に強い部類ではあるな。これでも貫通ってのが偉いっすね。全然なんか反射でもね、あれな気がしたんだけど。これでトリプルアンチ貫通のキャラクターが持ってる友情にしては、かなり強い部類な気がするけど、せっかくしか SS も駆使しながら。どうなった？あ、強っ。これ重なってたらね。これいいね。いや、もう OS 降臨とは思えないやり方してるな。地雷減速株が怪しいからな。で、ホームズの重心化も控えている。あれ、ホームズ絶対ね、足早い性能になると思うんで、それとの相性がいいと思いますし、これしかもアジンでしょ？またその点で共通点が多いというか。なんか前回のアポストロス全員魔人だったんですよね。それ今回アジンになって、身の共有もしやすいし。おお、単体250万。いいんじゃない？これは理想ですね。理想ショット。さすがにトレノバクラスのね、手軽さはないですね。やっぱちょっと考える必要はあるんで、あれは本当当たるだけでよかったですけど。こっちはね、しっかり3体目に、これ艦隊なんでこれは関係ないですけどね。ソロとか組むときはね、3体目にしっかりピスカスに当たるっていう考えが必要なんで、ちょっと考える必要はあるが、ただ代わりにその分、火力は相当出ている。数百万。で、一気にドカンですからね。ちょっとゲージ投資も狙えるんで。
いろいろ倍率が乗るクエストだったらそれもワンチャンある。でそれにしかもこのラウンドスパークにトリプルアンチと貫通っていう点があるんで、まあ、それを加味するとまあ上位は確実ですね。作りやすさもありますし、トレンドマクラスのぶっ壊れ運枠ではないですけども、まあそこそこ手軽に扱える強めの運枠って感じな気がしますね。ここもそう。おお、いいね。まあ、闇属性のクエ、あ、光属性のクエストで中心的に使って属性倍数乗りますし、これ誘発してたらなそれ強すぎるか何でも最近これ誘発してたら強いんだろうなと思っちゃうんだよな。あ、さすがに強えわ。まあ、言ったらこれだもんな。はい、でもちょっとこれツイッターとか見かけたんですけど、イグノーですね。まあ、どうやらなんか運枠としては優秀らしくて。確かにまあショットがね、一応属性乗るから、うまく配置できたらいいですけど。で、はい、イグノーなんですけど、これちょっとツイッターで見かけて、割と優秀みたいな。まあ、確かにこれ入ったらね、というかショット内だったら、相当うまくいって、3フレで難しいな。一旦これ無視して真ん中ら辺置いといて、まあ、重力引っかかられるんで配置はしやすそうですね。まあ減速感も外せるし、これで3フレでしょ。これで3フレエリア内。ああ、下行っちゃった。ん今入ってた、ショット外じゃなかった。おお、結構出てるな。さすがにエレメントショットない3フレだとハーチェルをやってそうですね。だいぶこっちが殴り削っちゃったけど。ああ、やっぱ倒してるわ。ゴーストは3フレだとショットガイドも倒せる。強くね普通に強くねえか。感じでルート増えますからね、ここ。難しいとはいえ。誘発は無理だな。うん。いや、でも全然運枠としては一番いいんじゃない？こっからイグノを作れってことか。さすがに、ピスカス自体にトレンドマナミはないが、イグノは結構ね、今は環境取りますからね。タラタラ作るのが難しいってだけで、絶対ね、全員運極作れたら流行ると思うんで、そこに繋ぐってことなんですかね。おお、いいね。おい、ナイス、どれこれか、さすがに3フレ入ったでしょ。ん、あ、いってるわ、さすがに。これで気になら十分でしょう、うまくとして。はい、という感じで使ってきましたけど、まあ、おそらくトレードバクラスを想像していた方にとってはちょっと微妙だったんではないかなと思いますが、まあ、このランドスパーク、まあ、ちょっと考える必要がある代わりに理想火力は高め。ただソロだと難しそうなんで複数体編成したいなと思いましたね、友情コンボだけで見たら。ただこのアビリティが豊富っていうダメを減速壁地雷で、まあ、今の仕事もそこそこありますし、今後も多分地雷減速壁が怪しいんで、そこで取る可能性が高い。で、あとはやっぱり最後にやったイグノーですね。イグノーではこのラウンドスパークが雑魚処理優秀で、難しくはあるんですけど、まあ、イグノーでのそのルートはね、あるに越したことないんで、そのルートが増えただけでも、優秀ではないでしょうか。まあ、運枠としては一番強かったとは思う。で、ピスカスの作成もレベル1なんで、まあ、最初から全員できますし、まあ、トレンドもレベル3まで行ってね、しかもその、出すためのクエスト難しいんで、で、この性能ですから、コスパで言ったら相当高いですね。で、しかもこのピスカスを作って、イグノーっていう今の最強クラスのキャラクターに繋がるんで、まあ、そう考えたら、まあ、十分すぎる性能ではないかなと思います。はい。ということで、よかったらコメント欄から皆さんのピスカスの感想とかお待ちしております。あと、ついでチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、モチベーション繋がりますんで、よろしくお願いします。高評価もぜひ。では、ご視聴ありがとうございました。サスカス。